ケン横山プロデューススーパーエディション、スーパーエディション、さあ始まりました。今週のスーパーエディション、2021年5月はケン横山がお送りしています。3週目になるんですが、今回も、ケンバンドことケン横山よりメンバーがやってきてくれてます。僕横山ケンのおしゃべりに付き合ってくれるみたいです。それではケン横山のスーパーエディション3週目スタートです。5月のスーパーエディションはケン横山のプロデュースでお送りします。よろしくお願いいたします。ケン横山というのはバンドでして、そこのギターボーカル、僕は横山ケンです。そして今週はもう一人ケンバンドのギター、みなみちゃんこと秀典みなみに来ていただいてます。どうもみなみです。よろしくお願いします。僕とみなみちゃんの関係っていうのはいつからになる？あの時手つないだ時が、そうだね、鮮明に覚えてるよ。2008年の2月にケンバンドに加入したんだよね、はい、そうですね。でもまあ出会ったのは、出会ったのはその数年前に、ちょっと前ですよね、うん、ケンバンドと、みなみちゃんがもともとその前に在籍してた煙が対バンした時よね。そうです、うん、まあ、その前からもちろん存在は知ってたけれども、さあ最初にさ、みなみちゃんってさ、あの帰国子女じゃない。そうそうそう。でその当時のケンバンドのベースが、アメリカ人だったんでね。そうです。そう、サージ。サージ。うん。でサージとみなみちゃんが流暢に英語で話してるのを見て、俺みなみちゃんに英語で話しかけたんだよ、ね。そう。なんで君はそんなに英語がうまいんだっていうのを英語で話しかけたら、みなみちゃんが、いやね、僕ね、小学校の時にアメリカから帰ってきてつって日本語でバー話されて結構恥ずかしい思いをした覚えがあります。さて今回のケン横山のスーパーエディションではルーツミュージックを振り返るコーナーもあります。今週はみなみちゃんのルーツを紐解いてみましょう。それではケン横山プロデューススーパーエディション1曲目、ケインバンドの曲をかけさせてもらおう。みなみちゃん、はい、曲紹介をお願いします。はい、ケン横山で Run Away With Me。 Somewhere beyond this pitch dark cave The world is green and blue A place where nobody can chase us Let's go run as far as we can We not be スーパーエディション。5月はケン横山のプロデュースでお送りしていますスーパーエディションです。さて、募集しましたリスナーからのメッセージテーマ、ライブハウスの思い出で送っていただきました。
1枚紹介しましょう。ラジオネームちゃん、男性の方ですね。ありがとうございます。30代の方で北海道にお住まい、ライブハウスでの思い出。僕は北海道に住んでいます。とある冬に初めてケイン横山のライブを見に行った時の終演後に衝撃が。どんな衝撃だったんでしょうか。僕だけパーカーの上にジャンパーを着ていたのです。当然周りは T シャツでも汗だく、そして僕は一人だけ異常に汗だく。北海道のライブハウスは冬でも T シャツが清掃って誰か教えてくれよ。それからというものの、入場前の外待ちから必ず T シャツと短パンで並ぶようにしています。なるほどね。うん、うん、よくある光景だよね。特に寒い地域に行くとね。寒そうですよね、あのライブ前皆さん、ね、うん、みんな震えてこう T シャツとかでこう首にタオル巻いてガタガタってしながら待ってて、で、ライブですごい汗かいて終わった後また寒そうにガタガタガタってね。どうなんだろうね、みなみちゃん、これね、ライブ中の服装についてさ、はい、まあ、皆さんどんな服装で来てるかな。まあやっぱり T シャツ短パンが多いですよね。そうだよね、うん、タオル持ってみたいな。そうね、はい、やっぱちょっとなんていうのかな、スポーツ感覚なのかな。日本独特ですよね。そうね、うん、うん、そんで終わった後皆さん着替えるっていうね、多分車で来てる方は車の中で着替えたり、あのライブハウスにはコインロッカーなんてものもあったりさするじゃない、はい、そこにこう帰りの服を突っ込んでおいてこう羽織って帰るとかね、うん、なんかそういつもねライブ終わった後ね、お客さん風邪ひいちゃうんじゃないかなとかね、特に寒い地域では俺心配になっちゃうんだよね。そう、北海道でも汗だくになるほどライブハウスって暑いんですかねってこう質問があるんだけど、まあ、中は、ね、関係ないですから ね、うん、ね、暑いですよ、うん、そう暑いですよ。そうカウンターアクションとか暑いですもん ね、 ね、札幌のライブハウスの、うん、俺真冬に12月にカウンターアクション、札幌のカウンターアクションにライブしに行ってギターに汗溜まっちゃったことあるもん、自分の。そんくらいのね、なんかこう音楽なんだけどもちょっとスポーツの要素が入ってるよね。さすがにさ屋外のフェスとかさそういうとこではさお客さんも汗かくことないと思う。どうなんでしょう。いやそんなことないんだね、これがね。そうやっぱね野外でこう風もさすごい通る場所でもやっぱお客さんなぜか汗だくになるんだよね。特にまあ野外でやるのは夏が多いし、夜になると寒いんですよね。そう気温差もねすごいですよね。なかなか、うん、野外屋外は要注意よね。そう、うん、だからライブにはなんだろう23時、風邪ひかないように結構準備していかないとですね。そうね、よろしくお願いします、はい、でもね T シャツでなくてもいいですよ僕。特に女性の方なんかワンピースで来てくれてもいいし、何もこの T シャツに短パンっていうのがドレスコードではないですから、好きな格好で来ていただいて、 でそれぞれのこの体験というかね、うん、あ次からはこうしよう、あ次からはこうしようってなったからみんな T シャツ短パンなのかな。そっか。そうですね。そうでもね今まではそうだったけれども、これからのライブハウスシーンというのはどうなるか分かんないから、うん、好きな格好でいいと思います。本当にライブハウスってのは自由な場所なんで、僕はドレスコードみたいな、なんかこれ着ればいいよってアドバイスはできるけれども、これ着てこないとみっともないよみたいなのは間違ってもないので、皆さん好きな格好で来ていただけたらいいなと思います。ラジオネームチャンさん、メッセージありがとうございました。今月は抽選で5名の方に、僕横山健が、運営している音楽レーベルピザオブデスレコーズオリジナルステッカーをプレゼントします。さてじゃあここでもう一曲、僕らの曲を聴いてもらおうか、みなみちゃん。はい、もう十何年前のアルバムになるのかな。アルバム経ちますね、うん、11年前だ。みなみちゃんが加入して初めてのアルバムだったんだよね。そうです、うん、その4というアルバムから聴いてください。みなみちゃん曲紹介お願いします。はい、ケイン横山で Let the beat carry on。We'll be right back.
したのはケン・ヨコヤマ、2010年にリリースのアルバム4からレッド・ザ・ビート・キャリー・オンでした。この後はケン・ヨコヤマのルーツミュージックです。ケン・ヨコヤマプロデュース、スーパーエディション、スーパーエディション。今回はケン・ヨコヤマのプロデュースでお送りしていますスーパーエディションです。さて、ここからはケン・ヨコヤマのルーツミュージックについて振り返ってみたいと思います。1週目は僕横山ケンのルーツでメタリカというバンドのバッテリーを聴いていただきました。2週目は、ゲストで来てくれたベースプレイヤーのジュン・グレイのルーツミュージック、ザ・ダムドのヒット・オア・ミス、そして僕横山ケンのルーツでセックス・ピストルズ・ゴッド・セイブ・ザ・クイーンという曲を聴いてもらいました。メタルやパンクサウンドのルーツを紐解いていきましたが、今回はもちろん、僕の相棒ギタリストでもある南ちゃんのルーツミュージックを振り返っていきたいと思います。はい、さあ南ちゃん、はい、南ちゃんのルーツミュージック何を持ってきてくれましたか？アーティストは、デフレパード。デフレパード来たー。はい、うん、曲のタイトルは何ていう？ですね、ロッコベイジェス。ロッコベイジェスね、はい、うん、これ僕ら世代ではもう有名な曲よね。そうですね、うん、この曲をさ初めて耳にした時のことは覚えてる？覚えてますよ。ベスト・イット・ USA ってあったじゃないですか、テレビ番組。ああ、はい、ありました。小林克也さんがやってる。あれで、うん、ハードロック・ヘビーメタル特集みたいな日がたまたまあって、うん、そこで初めて、まあ、今でいう MV を見たんですよ。で、もうその日に出てたアーティストは全部もうとりあえず買って、へえ、そっから結構ルーツが始まった感じですよね、あの番組を見て。なるほどね、うん、このデフレパードのロックオブエイジスっていうと、いわゆる俺たちの言い方で言うと 80s メタルって、ね、そうですよね、うん、もうもろに80年代に、うん、80年代にイギリスとかアメリカの LA あたりもそのなんていうかポップなメタルっていうかな、なんていうんだろうね。そうですね、普通にもうラジオにかかるぐらいの、うん、メタルっていうのかハードロックっていうのか、うんうんうん、そういうのがねすごい流行ったっていうと変だけど、ぐわーっと出てきていろんなアーティストいたよね。いっぱいいましたね、うん、でデフレパードは結構その先駆けであったような気がするかな、うん、それデフレパードとかがブレイクしたからこのバンドもかけられる、このバンドもかけられるっていう風にこうね、ラジオとか MTV で、うん、どんどんブレイクしていったような印象かな。そうですね、うん、先駆け的な、うんうんうん、聞きどころはどういったポイント？この曲のなんだろう、キャッチーなんですよ、うんうん、ポップっちゃポップなんだけど、うん、なんかかっこよかったんですよ、とにかく。まあね、そうね。な、うん、俺たちが中学生ぐらいの時よね。そうです、理屈わかんないもんね、これがこうだからかっこいいなんて理屈ないもんね。やっぱ当時の自分にしては結構ハードに聞こえたし、うんうんうん、なんかかっこよかったんですよ、ギターの音とか。そうね、うん、ギタリストだからこういうとこ、ね、きっかけになっちゃうよね、うんうん、なるほどね。この ATS メタルはさ、いまだにそう、南ちゃんの俺ギタースタイルのルーツとしてすごく色濃く残ってると思うんだけども、その辺どう思う？いや、そうですね、もう3週ぐらい回ってそればっかり今やっぱ聞いてるし。そうだよね。そうなんですよ、なんかそういう部分がやっぱもう根付いてるっていうか、うん、練習スタジオに入ってさ、ちょっとこうね、それぞれ音を作るじゃない、アンプにギターをつないでさ、うん、自分たちの曲を合わせる前に軽く音出しをするよね、うん、そういう時弾くの大体そういう 80s メタルテイストのフレーズだもんね。そうですね、南ちゃんね、うん、僕は感づいてるよ。なのでもうこのデフレパードをルーツミュージックに持ってきたっていうのはもうすごく僕的には納得です。そうですね、うん、それでは、曲紹介をして早速聴いてもらおうか。はい、みなみちゃん曲紹介お願いします。はい、デフレパードで Rock of Ages。
お送りしたのは南ちゃんのルーツミュージックでデフレパードロックオブエイジスでした。はい、うん、この曲はね1983年にリリースのパイロマニアっていうアルバムに収録されている曲です。大ヒットしましたね、うん、大ヒットしたね、うん、でパイロマニアには日本語のタイトル、当時よく日本語のタイトルついてたよね、うん、それがなんと炎のターゲットアルバムジャケットがそういうなんかターゲットでなんか燃えてるみたいなやつですね。あの、うん、こう狙われたところから火がボッと出てるようなね。そうそうそう、うん、すごい、あの当時はそういうこといっぱいありました、はい、うん、なんかこうセブンティースのさ、こうなんかちょっとなんていうかな、延長、うん、な気はするよね、このベースラインとかね。そうですね、うん、やっぱりちょっとこうロックンロールベースとか、うん、そうですね、すごい、あの今のメタルとは全然違うけれども、あの実はこういうところにメタル全体のルーツがあったりすることもあるかもしれません。はい、それではね、今週も僕横山健のルーツミュージックを一曲ご紹介します。この南ちゃんが紹介してくれたデフレパードに呼応するように、僕もやっぱり 80s メタルに影響を受けたので、クワイエットライオットというバンドのカモンフィールザノイズって曲を聴いてもらいたいと思います。で、この曲はカモンフィールザノイズというのは70年代にイギリスで活躍したスレイドというバンドのカバーをクワイエットライオットがやって、それで大ヒットして全米ナンバーワンになってしまったという曲です。んで、このクワイエットライオットというバンドは LA で、さっきのデフレパードはイギリスから出てきてるんでね。そうですね、そう、うん、で、こういった世界各地でポップとも取れるメタルサウンド、メインストリームに押し上げた人たちが、80s メタルとか、あと LA メタルなんて言われたよね。そうですね、うん、やっぱ拠点を LA にし、活動の拠点を LA にしてたからなんだろうね。あ、そうでしょうね、うん、出身が別に LA ってわけじゃなかったはずですよね、うんうんうん、そういったバンドたちがチャートを席巻して、で僕らみたいなバンドやりたいな、でもどっから手をつければいいのかななんて思ってる中学生とかそのぐらいの年代の子たちがもう一斉に飛びついてって、みんなギターを始めたもんだよね。そうですね、うん、そう、それでこのね、僕が紹介するクワイエットライオットのカモンフィールザノイズ、この曲のギターソロが一つこういい練習材料だったよね。あ、はい、スケールの感じですよね。そう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 、そんなにこう難しいことはしてないんだけども、すごくこうビギナーにとってはハードルが高い、チャレンジしがいがあるフレーズをね、はい、印象的なフレーズをすごく弾いてる曲で、今でもたまに思い出して弾くよ。弾きますよね。この前スタジオで弾いたよね、うん、この前スタジオで何気なく弾いたら、やっぱり南ちゃんはおーっつってましたね、うん、ちょっと話はずれるけれども、音楽以外で過去にさ、自分が影響を受けたカルチャーとかって南ちゃんはある？随分話飛びますね。まあちょっと曲紹介の前にルーツといえるもの、音楽以外で何かあるのかなと思ったり。どうなんですか？いや、まあスケートボード文化っていうのはちょっと影響を受けましたよね。そうだね、うん、僕らはもうちょっと行った頃だね、高校生ぐらい、はい、中学校終わりから高校ぐらいの時に、うん、第2次スケートボードブームっていうのがあって、でそれで僕たちはその波をモルに受けた世代なんですよ。で、スケートボードと今でもね、たくさんスケートボードやってらっしゃる方いると思うけれども、こうカルチャーと一体になってグッと入ってきた感じがあるよね。そうですね、うん、ああいうちょっとハードな音楽とのリンクっていうか、うん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 、そう、ハードな音楽とのリンク、あと、うん、着るものとかね、うん、あ、そうですね、うん、やっぱりこうスケーターが好んで着てたようなブランドの T シャツを僕らも買い漁ったり、そうで真似して同じような靴履いたり、うん、そうだね、2人とも結構、僕も南ちゃんも本当に同じ世代で同じような文化に影響を受けたから、いまだにバックグラウンドにそれしっかりとあるよね。ありますね、うんうん、80年代にたくさんの影響を受けた、うん、大人なんで、うん、計らずも似たようなバックグラウンドを持っている2人が一つのバンドでギターを弾いているという
ことになりますね。はい。じゃあ、ちょっと話は脱線しましたが、僕のルーツミュージックを聴いてもらいます。クワイエットライオットで、Come on, feel the noise!お送りしたのは横山健のルーツミュージックでクワイエットライオットカモンフィールザノイズでした。うん、これが入っているアルバム、クワイエットライオットのメタルヘルスランディローズに捧ぐというアルバムなんですが、これも、さっき南ちゃんが紹介してくれたデフレパードのアルバムと同様1983年にリリースされている模様です。うん、ここら辺たくさん出たね。暑い年だったんじゃないですか。83年、84年、85年あたり、いいアルバムたくさん出て、今でも聴けるアルバムばかり
だという印象があります。ケン横山プロデュース、スーパーエディション、スーパーエディション。5月はケン横山がお送りしているスーパーエディション。改めてケン横山、僕ら、バンドなんですが、ケン横山という名前のバンドです。5月26日に7枚目のフルアルバム 4Wheels9Lives をリリース。はい、うん、やっとリリースだよ。やっとですよね、うん、ね、随分長い間作ってたし、レコーディングが終わってからもちょっと、時間が空いたというか、はい、うん、念願のリリースであります。さあ南ちゃん、はい、今回のアルバム、ね、個人的な感想とかレコーディングの思い出なんかある？うまく言えないんですけど、うん、なんかすごくいいアルバムですよね。ね、いや、なんか本当になんかそのいい意味でなんか特別ななんかすごい思い出があるわけじゃないっていうか、うん、そう、あの、そう、レコーディングで思い出っていうとさ、うん、大体トラブルじゃない。そう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 、ね、それがなかったんだよね。そうなんですよ、うん、そう、すごく、うん、あのいい状態でバンド自体がいい状態でレコーディングを終えられたなって気がするよね、うん、やっとレコーディングできるみたいな気持ちも強かったから、その方がなんか思い出として強かったかな。そうだね、2回レコーディングの日程が飛んだからね。そうです、レコーディングの日程はずれてはいくけれども曲作りは続けてたから、おかげでまあ1個前のミニアルバム Board Yeah Me Too を取れたっていうのもあるけどね、うん、そうですね、そう、うん、そのミニアルバムとこう2つで1つみたいな印象のある今回の、俺的個人的には2つで1つかなっていう印象のあるアルバムなんだけれども、はい、俺たちどういうところを考えてレコーディングしたかな。2人の間だけって限定するともうやっぱ歌詞の話になっちゃうんですかね。ああ、そっか、うん、そう、歌詞はあの僕たちは英語で歌ってるんだけれども、僕が日本語で書いたものを帰国子女の南ちゃんに投げて、南ちゃんが英訳してくれます。でそれをまたあのこういう単語使いたいなとか、ここはこういったあのあ行じゃなくてお行で終わった方がの高いところが伸ばせるんだよなとか、うん、あとこの単語ちょっと微妙にニュアンス違うんだよねとか、そんなやり取りをしながら歌詞を作っていくんだよね。そうです、うん、そう、前はケンさん引っ越す前は一緒に車で練習帰り、そういう話できたじゃないですか。そうだ、俺たちね誰よりも長く一緒にいたからね。そうなんですよ。それがなくなった分こう文字でのやり取りになって、うん、割となんかちょっとこう探りながらっていうか、はあはあはあ、はあ、うん、が多かった、そんな感じだった覚えがあります。へえ、うん、これこういう裏話って聞く人はへえって思うと思うんだよね。そう、前はさ、いつも俺が練習終わった後みなみちゃんを家まで車で送ってってたんだよね。そうです、そうで30分とか40分かけて家まで帰るんだけど、その間に歌詞の話とかさ、今何考えてるかとか、うん、歌詞の元になる日常の話をね。そうです、そんなことを共有してたんだよね、うん、なんだけども僕がちょっと別の町に引っ越してしまって、みなみちゃんを送れなくなりました。そうすると普段の会話がちょっと減るわけよね。そうなんですよ、うん、そこら辺の変化なんか出てたりするのかな、うん、どうなんですか。出ないようになんか文字から読み取ったりとか、うん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 、しましたけど、うん、うん、分かって、今の話を通じてこうみなみちゃんから発せられて、ね、こうみなちゃんが発してるものはさ、あれだね、あの歌詞どうこうというよりも俺送ってもらえなくなってケンさん寂しいよっていう。もっと俺ケンさんとの時間が欲しいよっていう、そういうことかもしれないね。うん、うん、はい、ね、手繋いだ中、そうだね、ラジオの放送を使って思わぬ告白を受けてしまいました、はい、今回のアルバムでジャケットをね、すごくいいものができたと思う俺。あ、うんうんうん、なんかこうこのラジオのディレクターの方がこう LA っぽいですねなんて言ってくれたんだけれども、うんうん、どこの街っていうことではなくて、実は僕はデザイナーと一緒に2人でこう作った架空の街なんだけれども、やっぱでもね、イメージしてたのはやっぱ LA なんですよ、うん、
ただね、車見ると左側走ってるんで LA ではないんです。それで、あのベースプレイヤーのジュン・グレイがすごくタイが好きなんですね。で、あのジュン・グレイが言うには、あれこれ俺の好きなパタヤなんじゃないかなって言ってました。で、そこにもちょっと食い気味で、タイじゃないよっていう風に言っておきましたね。じゃあ、あのすごくそんな念願のというか、撮りたくて撮りたくてしょうがなかったフルアルバム 4Wheels 9 Lives から1曲聴いてもらおうか。じゃあ、みなみちゃん、曲紹介をお願いします。はい、新しいアルバム 4Wheels 9 Lives からケイン横山で Helpless Romantic。お送りしたのはニューアルバム 4Wheels 9 Lives から Helpless Romantic でした。引き続きこの時間はケイン横山のニューアルバム 4Wheels 9 Lives の特集をお送りしていますが、リスナーからこんなメッセージも届いています。ラジオネームみーくん、男性の方ありがとうございます。ケインさんに質問です。ギターの練習するとき、集中力を切らさないようにするにはどうしたらいいですか。集中力を保つ方法やケンさんがいつも心がけていることありましたら教えてください。よろしくお願いします。そうですね、集中力を切らさない方法があったら俺も聞きたいな。今日はあのケン横山のギタリスト2人が来ているので、南、はい、ちゃんからなんか、いやこれはでも簡単ですよ。簡単。うん、やっぱ
自分のギターにやっぱ酔う。はあ、俺も酔えないよ自分のギターに家で弾いてていや酔うって言い方ちょっと違うんですけど、うんうん、例えばですよ、うん、あのたまにですけどこう、うん、何メトロノームに合わせてなんかフレーズを練習してる時、うん、なんかやるんだそういうやりますよ、はい、たまにですよ、うんうん、でそれがなんかすごい気持ちよくハマる時があるんですよ、うん、慣れてきて、うん、それが酔うじゃないですけど、もう気持ちいい、すげえクリックに絡んでるみたいな。そうだからその気持ちよくなることですよね。なるほどね、うん、もう没頭することなんだね、まあうん、そうなんだ。じゃあ俺もやってみようかな今日から。いやいいです持ち味があるからね、お互いのね。そう、南ちゃんっていうのはすごくこうリズムのいいギタリストって俺には印象があるのね。あ、そうも、うん、あの歌の後ろで弾いてるギターも、あとギターソロとかもこうすごくリズムやタイミングがいいイメージがあるんだけど、やっぱそういった練習とか別培われているし、もっと言うともうこれは元々の性格なんだろうね。ああ、それもあるんじゃないですかね、うん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 、そうだからやっぱ楽器ってすごく人が出るって言うじゃない、うん、そういうことなんだろうね、うん、それはでも本当に、うん、そう、どこに目をつけるかとかさ、どういった練習法をするかとかっていうのがもうそもそもその人個人を表していることで、うん、ね、こうかっちり弾きたいからかっちり練習するんだっていうのもありだろうし、弾けるフレーズばっか練習してでそれで人前で困るっていうのもそれもその人を表してるんだろうし、今ちょっと自分のことを話してみたんだけれどもいやでも本当、うん、なんかそんな練習してる暇あったらなんか1枚でもね、うん、いい CD を聴くとか、うんうん、そういうのもあるじゃないですか。まあね、指先だけではないからね、うん、そう、うん、耳から受けるものとかね、聴くことも練習になるしね。そうです、うんうん、なるほどね。みなみちゃん、今回のさアルバムの曲の中でさ、はい、こうギターのサウンドメイクとかなんか気をかけたことはある？うん、まあ、なんか機材とかなんか音作りとかっていうよりなんかもう、うん、多分何弾いても多分自分の音になるのかなみたいなところを挑戦したっていうか、うん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 、そうなんだよね。みなみちゃんってあのアルバムごとにさ持ってくる機材違うけど、そうでもさ大体もう似た音が出るんだよね。そうなんですよ。だからそれがこの人の音なんだろうなと思って俺はレコーディングごとに思ってるんだけれども、うん、もうみなみちゃんっていう人を表してんだろうねそれがね、うんうん、そう、あの鍵盤っていつもこうスタジオで練習するとき、うん、スタジオに置いてあるスタジオのアンプを使うわけじゃないですか、うんうんうん、自分たちの機材持っていかないんですけど、 そうだね、それでもちゃんとやっぱケンさんの音が出てくるじゃないですか、うんうんうん、まあでも俺も多分自分の音も出てるんだと思うし、うんうん、なんかそこってなんか鍵盤のかっこいいとか自分なりなんかなんか思っちゃったりするんですよね。あ、うん、そうだね、あの極論言うとどんな機材使ってもお互いの音がするもんね。そうなんですよ。俺はあの横山は横山の音がするし、南は南の音がするんだよね。こういろんなことがテクノロジーで解明されている世の中ですが、ここら辺まだ本当に解明されてないんだよね、うん、アナログの謎というかさ、そう、人力の謎ね、うんうん、ラジオネームみーくんさん、メッセージありがとうございました。ここでまたニューアルバム 4Wheels Nine Lives から聴いてもらいましょう。ケン横山で 4Wheels Nine Lives。I'm not afraid to die.
送りしたのはニューアルバム 4Wheels 9 Lives からタイトルソング 4Wheels 9 Lives でした。ケン横山プロデュース スーパーエディション。スーパーエディションケン横山がお送りしてきましたスーパーエディション、今週はここまでです。1時間早いね。早いですね、うん、ギターの話をするともう時間があっという間に過ぎてしまう。足りないぐらい、うん、はい、そう、あのどっかでギター砲弾みたいなのやらせてくれないかね誰が聞くんですかねそんなやっぱ日本中に散らばるこうギタリストたちをね、あ、うん、こう刺激したいですよ、うんうん、刺激というか僕の話聞いてほしいです、そんなわけで3週目のゲストは鍵盤とギターの南ちゃんこと秀典みなみでした。はい、ありがとうございます、次回4週目は、鍵盤とのドラムのエッくんことエイジが登場します。音声アプリのオーディではスーパーエディションの番組情報、また放送後期も公開しています。聞いてみてください。それではアーティストプロデューススーパーエディション、ここまでのお相手は鍵横山のギターボーカル横山健と南でした。また来週。